とはドーナツのと、レはレモンのレ。お母さん、どうしてミはみかんじゃないの？なんだっていいじゃないの。ミはみんなのミ。食べ物シリーズで来るかと思いきや、みんなとは。真面目な顔して何考えてるのかと思ったら。じゃあ、ファは何なの？ミがみかんなら、ファはファンタだよ。炭酸弾けて美味しいやつね。ソは？そうめん。ラは？ラーメン。し。シュークリーム。デザートで始まってデザートで終わったわね。花子らしいでしょ？らしいわね。さて、今夜もお話しして寝ますか。花子、こんなお話はどう？かくれんぼしようよ。まだ俺が小学生の頃の話。俺の実家は結構の田舎の山の中で、周りは畑ばかり、隣はお寺で、それ以外に特にご近所と呼べるような家もなかった。下に何百メートルか下っていって、ようやく民家がポツポツあるような感じ。夜になると真っ暗で虫の声しか聞こえないような場所だ。はーい、おやすみなさいしようね。一つの部屋で両親と弟の家族みんなで寝ていた。ある晩、不思議な夢を見たんだ。夢の中で俺が、居間で母さんに一生懸命何か話してるんだ。でも自分が何を喋っているのかはわからない。母さんはそれをうんうんと真剣に聞いていた。すると突然、もういいかーい。家の奥の方から知らない子供の声が聞こえた。かくれんぼ？夢の中の俺は納戸に続く廊下を覗き込む。納戸の扉がパッと開き、もういいよ。そう言いながら、身長1メートルちょっとくらいの小さな影が飛び出してきた。それは影というか、真っ黒な人だった。漆黒の人型の塊が、ものすごい勢いで俺の方にかけてくる。俺はあっけに取られて、その場に立ち尽くした。何度からはまた同じくらいの大きさの、もう一人の黒い子供が飛び出してきた。2体の黒い子供は、俺の目の前でカーブを切り、廊下をタタタッと走っていった。夢の中の俺は、わけもわからず、その二人を追いかける。そして、客間にたどり着いた時、ふっと目が覚めた。夢、変な夢、もう朝かな。周りを見ると、薄明るい、変な夢を見たせいか、胸がドキドキして落ち着かない。横に寝ている両親と弟は、スースーと寝息を立てている。まだ起きなくていいな。もう一回寝よう。また布団で目をつぶった。そしてうとうととし始めたら、う、体が動かない。いきなり金縛りになって、とんでもない恐怖感に襲われた。母ちゃん、父ちゃん、助けて。助けを求めたいけど、声も出せない。う、そうこうしているうちに、体がいきなり動くようになったから、ごばっと起きて目を開けた。さっきまでは薄明るかったのに、周りは真っ暗になっている。え、朝じゃなかったの？わけがわからない。時計を見ると、まだ2時過ぎだった。母ちゃん、母ちゃん！どうしたの？朝だったのに夜になったよ。事情を説明して同じ布団で寝かせてもらったけど、母さんは信じてなかったと思う。寝ぼけただけでしょって。そして次の日の夜、また夜中に目が覚めた。時計を確認する気にはならない。暗いし、どうせ夜中だ。なぜか俺は、ここでまた寝たら金縛りに遭うに違いない、となぜか確信していた。もう寝るわけにはいかない。昨日みたいなのは二度とごめんだ。絶対に寝ないぞ。しかしまだ幼い子供、決意虚しくうとうとし始めた。そして眠りに落ちる時間。うわ、また動けない。しかも今度は昨日と違う。誰かが俺の上に乗ってる。腹の上に乗ったそいつの笑い声がかすかに聞こえた。ねえ、ねえ、遊ぼうよ。耳元で囁きかけてくる奇妙な声。機械で合成した音のような正気のない声だった。俺は怖くて怖くて叫びたくてたまらなかったけど、どんなに頑張っても声が出ない。ねえ、かくれんぼしようよ。二人で俺に語りかけてくる。その時ふと思い出した。前に読んだ子供向けの怖い話の本に、幽霊は強気な人を怖がりますみたいに書いてあったって。だから心の中で強く念じたんだ。誰がお前らなんかと遊ぶか。もう二度と来るな。出て行け。
そして隣のお寺で教えてもらった般若心経の出だしを繰り返し唱えた。そうしているとふっと二人の気配が消えた。俺は恐る恐る目を開けた。不思議なことに周りが明るい。もしかして夢だったのかなとも思ったけど、まだお腹の上に乗っかられていた感触が残っていた。さっきのが夢のわけがない。まさかもう金縛りに会うことはないだろう。そう思ってまた布団に潜り込もうとしたんだけど、その瞬間また体が動かなくなった。今度は目を閉じることができない。あ、ただやだやだ。俺の視線は部屋の隅に固定されたまま動かない。視界はだんだんと暗くなり、闇の濃さが増していった。俺は恐怖でおののきながら、どんどん暗くなっていく部屋の隅っこを凝視していた。そこで気づいたんだ。部屋全部が暗くなっているんじゃない。俺の視界だけ暗くなっているんだって。気づけば目の前に真っ黒な影が2体立っていた。人型のその影は不安定にゆらゆら揺れている。そしてこう言ったんだ。ごめんね。俺の意識はそこで途切れた。目を覚ました時はすでに日が昇っていて、母さんにはいい加減に起きなさいと怒られた。それからは二度と金縛りに会うこともなく、普通に暮らしてた。でもずっと気になっていたから、お寺の住職さんを訪ねて話してみたんだ。それは多分震災の時に亡くなった山の下の家の兄弟じゃないかな。あの時は随分とひどい山崩れがあって、まだ小学校に上がる前だった。その子たちが巻き込まれたんじゃ。必死に探したが見つからなくてな。結局見つからんかった。でも墓はあるから、どうだ、お参りでもせんか。俺は住職と一緒にお墓にお参りに行った。お墓はなんとなく寂しげにそこに佇んでいた。わしはその子たちよりも少し年上でな、山を上がってよくうちのお寺にも来ていて一緒に遊んでたんじゃ。もしかするとあの子らはお前さんをわしだと思ってかくれんぼして遊ぼうと言うてたんじゃないかな。住職は懐かしむように独り言のようにぽつりと言った。振り返って考えてみると、俺は本当に彼らに冷たいことをしたんだなと思った。でもその時は怖かったから仕方ないけど、心の中でごめんとつぶやいた。はい、おしまい。影の正体は住職の幼馴染の亡くなった幼い兄弟でした。二人は無邪気に遊びたかっただけだと思いますが、何も知らない主人公からすればとても恐ろしかったでしょうね。お二人さん、もしも会えたならその時は花子と一緒にかくれんぼしましょうね。おやすみ花子。皆さんもおやすみなさい。